あ、ロッキングチェアって言っておじいちゃんが似合う椅子ですね。こうゆらゆら揺れてるんですよね。で、まあ、用事終わったら立ち上がってね、椅子引いてやるんですけど、パチンコ屋の肘掛けやないかい。なんで机にくっついとんねん肘掛けが。お前パチンコ屋か。なんで椅子に肘掛けついてないねん。お前パチンコ屋やないかい。ここに座ったら肘掛けあんの。あれなんで机に肘掛けをついとんねん。お前パチンコ屋何してんねん。それ手すりでやんねん。タラップはやらんねん。誰も邪魔やから手すりでやんねん。これ邪魔なってる。手すりで清掃の人はやりはんねん。それ何してんねんお前ね。いやお前バカボンのほっぺたの渦巻き薬物乱用者が書いたんかい。いや綺麗な渦巻き書けやお前。保険の教科書に載ってるやつやろそれ。薬物乱用者が書いた渦巻き、こうなるからやめましょうやないねお前。なんでイカれとんねんお前。んなもんなあ、世界の終わりのハビットですね、めちゃくちゃバズってますけど、これいい曲ですよね、大人の俺が言っちゃいけないこと言っちゃうけど、金かけんと麻雀するやつはおらん。なんちゅうこと言うねん。なんちゅうこと言うねん。大人のお前が言うたらあかんよそんなん。いや金かけんと麻雀するやつもおるから、俺も金かけてしたことないし麻雀。いやいや笑うんおかしい。笑うんおかしい。そのほんまやから、金かけて麻雀したことないから。うんね、ポニョ葬式好きか。なんでそんな笑顔やねん葬式で。お前宗助のこと吸いとけや。お前ポニョ葬式好き。ええー、ねん、何の喪服やねんお前それ。見たことないポニョの喪服。そんなもん持ってんのお前。ポニョ葬式好きはいらんよ。あ、流れるプールですね。ねえ、何もしてなくてもこう勝手に水が流れていって、こう自分が動いてる感じになるからいいんですよね、流れるプール。うん、おい、どっかに絶対絶命の男おるぞ。絶対絶命のやつどっかにおるぞ。これ流れてきてるやん、積んどるわな。大丈夫か、絶対絶命やでこれなあ。お邪魔しますね、友達ん家遊び行って、ゴミ箱ある？これありますね。友達ん家でなんかゴミが発生した時にね、ゴミ箱のどこにあんのって探すみたいな、ね、自分の家じゃないかわからんのよね。あっちの部屋にあるよ。ああ、あっちの部屋にゴミ箱あんねや。ああそう、うん、お前マチスのジムか。なんでお前クチバシティのマチスのジムぐらいゴミ箱並んでんねん。そんなもんスイッチ探すんかい一生懸命。なんでマチスのジムみたいにゴミ箱均等に並んどんねんアホ。なんやねんこいつ。あ、千と千尋の神隠しの千尋と白がテレビ見てますね。あ、なんかリビングで仲良くテレビ見とんかな。何見てんねんこれ。踊る大捜査線や。レインボーブリッジ封鎖できません。名シーンを千尋と白が見てる。あ、なんちゅうこと言うねん。いやいや千尋その口悪いな。うるさかったか知らんけど、織田裕二が耳障り。織田裕二何言ってんねんお前。それで思い出した。耳障り織田裕二っていう五感で右早見琥珀主って思い出したんかよお前。母音が全部ぴったりやけど、耳障り織田裕二、耳右早見琥珀主ってなったんかよお前。どれきっかけでお前の本当の名を思い出しとんねん。耳障り織田裕二で思い出すなそんなもん。いやあいつ有限会社やねん。あいつ言うやねん、後株ちゃうねん。あれあいつ有限会社でやっとんねん。ダルビッシュは何してんねんお前。いやひよこレースみたいな可愛いもんの協賛にレッドブルがつくか。レッドブルがついたらもっと過激な大会なんねん。崖から飛び降りたりよ、バイクでめちゃくちゃ回転したりとかになんねん。レッドブルが入ったらひよこレースみたいな可愛いもんないよお前。レッドブルでこれに勝てば甲子園出場だ。地区予選の大事なところ、決勝戦かな、
このタイミング緊張しますよね。高校野球熱いから。アウト、試合終了。ああ負けてもうた、負けてもうたが甲子園は行かれへんかった。わあ、チームメンバーが集まって、まあ泣きますよね。青春ですわ。お前らよく頑張った。あんだけ厳しかった監督も顧問も涙しながらよく頑張ったって言ってくれて、まあ何が悲しいって、この後まあ一人で家帰ってね、なんかこうモヤモヤしたまま、ああ俺の高校3年間終わったんかって言って家帰るんですよね。ただいま、おかえり、今日すごく良かったよ。なんてこう母親は偉大なんでしょうかね。嬉しいな、息子がこうへこんでんのを元気づける感じでも、いつも通りしようやっていうね。ありがとう。これなんかちょっと泣きそうなるよな。うん、お腹すいたでしょ。お母さんめっちゃええやん。料理作って待っててくれたんですね。コロッケできてるから食べて。うん、なんでこんな大事な日の晩飯がコロッケやねん。コロッケ晩飯なんか一年の中で一番外れの日やんけ。なんでお前節目にコロッケ食わなあかんのじゃい。なんで晩飯にコロッケ出されて喜ぶやつがおんねん。コロッケなんかうまないねんから、お前あんなもん商店街で揚げたて食うてやっとやろ。お前家でお前まあまあ冷めたコロッケ出されてなんやねん。お前いや中あの、うん、その肉がええねん。あんな引いたらあかん肉、コロッケまずいあれ。何がコロッケがうまいことあんのそれ。いつ食いたいねんコロッケ。カニクリームコロッケとかやったらわかるで、チーズ入ってたりしたら。そのミンチすぎるコロッケ、あの柔らかいふにゃふにゃの。なんでお前甲子園出場できへんかった日にお前コロッケ食わなあかんのじゃ。節目にコロッケ食わんからな、まずすぎるから。何やねんこれ。あとまああんま関係ないですけど、最近僕がハマってるツイッターのアカウントがあって、はい、リ東京メモリーっていう、まあ多分皆さん知らないと思うんですけど、フォロワー何気に18万いて、まあ何を上げてるかっていうと、ずっと無言でなんかね、あのエモい写真を上げてる。エモいんかな多分テーマ、これ多分椎名林檎なんですけど、もう急にこういう画像だけポーンってつぶやかれる、定期的に。でそのまあコンセプトが、うん、まあエモいというか、なんか映えなんやろな、このちょっとノスタルジックな感じがする、感傷に浸れるみたいな写真が定期的に上がるアカウントで人気なんですよ。これ宮崎あおいですかね、昔の。そうなんか芸能人の昔の写真とかもたまにあって、こういうのがパンパンってボットのように流れてくるアカウントなんですけど、この間急にね、あのミキの俺ミキでタン切る俺エモいかこれ。結構昔、いやこれなん、いつ誰が撮った写真、僕も覚えてないんですけど。